今が朝だと思ってるやつはいるわけ。いるか、いるよね、さすがに。あの、びっくりするぐらいに朝なんだけど、地球ってところは。みんなのところはどう？自分で地球に住まさせてもらってるんですよね。22年間、今年23年目かな。23年間、ちょっと地球で住まさせてもらってるんだけど、朝ってあんのよね。朝と夜の概念に関しては、今回はちょっと省かせてもらう。みんなのとこもなると思うから、まあそれちょっと伝わるから共通言語みたいなとこあんなるかなと思ってるから、一回省させてもらうんだけど、朝が来てるわけね、また。寝てないわけよ、まだ自分。夜に寝るっていう雰囲気あるのね、地球ってやっぱり。なんかね、暗い時に寝ましょうみたいなことあんだけど、自分明るい時に毎日毎日寝てるわけなのね。なんでかと、昼夜逆転っていうものをしていて、昼夜逆転っていうのはね、昼に寝て夜に起きるよっていうことなんだけど、それなのね。今6時。6時半だ、6時半。ね、もうスワンワンさんは起きてます、今、絶対。スワンワンさん、おはよう、いい朝だーっつって、まあ今日も一日、いい一日にするぞーっつってね、スワンワンさん言ってると思うんだけど、自分は、いつ寝んの、お前。あたちよ。いつ寝る気、てめえって。っていう感じ、今。悲しいよね。今さっきさ、窓開けてみたの。その洗濯したから、今さっき、やばい、こんな時間に洗濯してごめんなさい、隣の方だったら、洗濯したから、洗濯物干すかと思って窓開けたら、もう食器の音聞こえた、周り中から。マンション中からね。食器を片付けるからね、食器を出す音かどっちか知らねえけどさ、ね、食器の音聞こえて本当に嫌な気持ちなんだけど、夜食食べたいぐらいのお腹の空きようなんだけど、でもここで食べたら負けだって、寝る前にね食べたら負けだみたいなとこあるじゃん、やっぱり。だから絶対何も食べないぞっていう気持ちでいるから、まあ、お腹空いた状態で寝てやろうと思ってるんだけれども、いつになったらこの生活習慣治るわけ。ちなみにね、今眠たい、眠たいんです。正直ね、今寝てくださいって言われたら寝れるんですよ。でもちょっと動画撮りたいなみたいなところがあって、頑張ってなさってもらってます、ありがとうございます。そうね、最近ちょっとベッドの上を綺麗にして、ちょっと今のところね汚いじゃんってもかしらないんですけど、結構ベッド綺麗にしたし、もう冬の布団しまっちゃって、夏の布団もね洗濯してもここにあるということですし、あのもうこの何ここ、あの、はい、これ何ですか、これ何て言いますか、ベッドシート、ベッドなんだっけ、うわ腹立つ、なんだよこれマジで意味わかんない、なんだこれ、ベッドカバー、ベッドカバーわかんないんだけど、まあ、もうわかんない、これも洗濯もしたし、枕もね洗濯もしたの、今ね全いい匂いがベッドの上をかき散らかしてて、で昨日久しぶりに2週間ぶりぐらいにベッドで寝たんだけど、なんか寝方が分かんなくて、ベッドの上なんか柔らかすぎて、ずっと床で寝てるわけね、柔らかすぎてマジで意味分かんなくてさ、このベッドの上が。いや、ベッドの上に洗濯物が溜まってたからなんかベッドで寝なかったっていうのはまああるんだけど、まあ、もう一個ね、あのあれがあって、一回ね高校の友達2人ぐらいがね自分家に遊びに来たんですよ。まあまあそこまではいいじゃん、普通にいつも通りの私の日常みたいな感じなんだけど、でカメラ遠くねいい？この遠さで、いいか、いいよね。まあそのような、ね、ことがあったんだけれども、その一人のやつが、あのお酒でもう潰れてさ、いやーもうダメだー言うて、ベッドで寝始めたわけ。もうなんだろうな、なんだろう、ちょっとね、言い方はね、ちょっと悪いかもしれないけれども、なんだろうな、ちょっと嫌かもなって思っちゃったわけ。自分あんま潔癖とかじゃないんだけれども、なんかここで自分が次の日から寝るの嫌かもって思っちゃって。なんでなんだろう、なんでなんでしょうね。でも結構もうそのまま系の感じで外に出てただけで、結構あのスモーカー系だし、靴下とかも何ももう全部そのままで、その結構あのウェウェーとあのゲロゲロゲロピッピゲロゲロピッピされている方がそのままね寝られたんで、あーだからずっとね、あの椅子のじゃない、どこ、こう床で耐えてたんだけど、さすがにベッド洗うかっつってね、ベッド洗わさせていただきました、ありがとうございます。もうで逆にあの方のおかげというか、あの方がここで寝なければ自分は一生ベッドも洗わなかったし、ベッドって、ね、シーツね、やっと分かった、シーツも洗わなかったから、もうほんと場が汚い状態だったんだけど、ほんとありがとうって感じ。逆にもう一人の友達はさ、あの一緒に床で寝たり、一緒に床で、おかしいだろ、だからほんとさ、あの自分の友達、あの自分家主ね、飲み会とかってまあ界隈によっては違うんだけど、まあ、あの朝まで飲むタイプ、始発が来るまで飲むタイプと、まあ、寝るタイプってあるじゃないですか。まあ寝るタイプの時さ、家主なんだけど、自分分かってる、みんな、あの実はここ自分家なんだけどさ、家主がいつも床で寝させられてんの、おかしいよねこれって。なんか、いや私は床ね、じゃなくて、なんか自動的に私が床になってんのね。気づいたら誰かがベッドに寝るから、じゃあ床に寝るしかないじゃんみたいな感じで床に寝てんだけど、おかしくないこれ。
ね、おかしいと思ってんだけど、まあこういうのに立たせてもらいたいよね、皆さんに。もう5年目だけど大学生大丈夫、5年間ずっと床で寝させられてるけど大丈夫だよね。これは高校の友達からね、2人で床で、あの残り2人で自分のもう一人で床でガーッて出してもらってる。その友達結構あの高校の時から一番仲いい男友達で、ほんとね仲良かったんですよね、あ、まあ、寮も一緒だったから結構なんかあの2人でいる時間が24時間中結構長くで、いいじゃんって感じだったんだけど、まあ大学が全然違うしさ、住んでるとこもあの関西と東京で全然違ったから、マジで卒業してから会うの3回目ぐらいだったんだけど、まあ仲良しでした。その時もね、でさ、自分その仲良しエピソードとして、その自分の高校でさ、坂の上にあの、まあ大体学校でさ、なんか坂あるんじゃないですか。まあでもかなり東京はどうかしらね、まあ、田舎ってさ大体坂の上にあるじゃん学校が。その自分寮生だったんだけど、寮もその坂の上っていうか、まあその学校の敷地内にあるわけね。自分とその男友達ともう一人女の子がね仲良かったんです、その3人。まあもう一人仲良い子があって、まあその時3人で、ね、仲良かったわけ。この2人、自分以外の2人がクラス一緒だったのね、確か。そうクラス一緒で自分は違ったんだけど、でこの2人が仲良くてさ、ね、何その一人の女の子は寮生じゃないから坂の下まで降りるっていうイベントが毎放課後あったのね。で自分ら寮だから下まで降りなくていいんだけど、その友達が下まで行くから、で一緒に行くみたいなイベントがあったのよ。ね、自分はさ、二人はそうクラスメイトだから、あの普通に一緒に行くんだけど、自分仲いいからさ、その二人と、あ、じゃあ自分も一緒に行きまーすみたいな感じで坂の下まで一緒に行ってたわけ。結構なあの長い期間、長い間毎日って言ってたわけで、楽しいねーあー、うちは仲良しじゃん、ふいーってやってて、その女の子が結構送迎なタイプ、うん、あの親から送迎してもらうタイプだったから、その親が来るまで待ってたの、坂の下で。あ、まだかまだかつって、今日何があった、あ、その子だったんだ、こっちのクラスこんなことがあってやばくないみたいな、俺ずっと話しとったわけ。でもそれが、ね、卒業まであって、いつだろう、いや卒業の前かも分かんないから、卒業の前とかにその女子と男子、自分以外の女子と男子が付き合ってるぞみたいな話があったんですね。いや卒業してからかも、卒業間際ぐらいの時に、じゃあもうなんか隠してたこと全部話そうよみたいな時があって、その時に聞いたのかもしれないんだけど、まあ、付き合ってるぞみたいなことがあったの、なんで自分に教えてくれなかったんですかみたいなことなんだけども、まあその時まで自分は知らなかったわけですよ。何度知らなかったって、この問い詰めようかと思ったんだけどさ、これ問い詰めたらなんか恥ずかしいじゃん、なんか、そんな、ああみたいな、なんかそこでなんか、いやお前には言うわけねえだろって言われたらちょっと気まずいじゃないですか。だから問い詰めることはできなかったんですけど、まあ付き合っていましたよーとね、ことがあったわけ。それでそのなんか最後だからいっぱい全部話してやろうぜみたいなことを、あの寮生でね、全部話そうぜみたいな時に、いや正直、その友達、自分の男友達が、いや正直足立っつって、正直足立さ、なんかお前、俺らは坂の下まで行ってる時に、なんかいつもついてきたな、正直マジ邪魔だったわって言われてあ、確かになと。はい、でも自分はさ、こちらからしたら知りませんけどつって、あなたたちが使ってるの知りませんけどつってね、だから自分良かれ良かれというか仲いいぞって思って言ってたと言いますかっていうところがありましたけど、まあ確かに付き合ってるんだとしたら邪魔かもしれないって、ほんと悲しかったですね。うん、悲しかった。これ今話せた、自分ちゃんと話せてた、あの文脈通りに話せた？眠たいかも。いや眠たくないんだよ、眠たすぎて今さっき顔を洗ってまで目を起こしてやってんだから、 YouTube で褒めたたえろガチで。それはさすがに、さ、前回の動画で自分イベントやりますみたいなね動画をね出したと思うんですけれども、自分さ結構その自分の毎回 YouTube 見てんのかなって思ったけど、毎回 YouTube 見てるっぽくはなくって、なんか見てなかったんだよ、そのイベントのことについて。それであとはまあ電話かかってきたわけ昨日。何ですかって言ったら、なんかあなたイベントやるらしいねって言われて、あ、そうだよみたいな、あ、YouTube 見たみたいな感じだったら、なんかその親戚から、なんか見たよ、お宅の次男さん、イベントするんでしょみたいな言われたらしくって YouTube 見たみたいな。その中でね、あの自分がね、家でごちそうさまとかね、いただきますとか言いませんみたいな話をしましたよね、前回の動画で。あの、それもね、あの見事にチクられまして、親戚の方でありがとうございますね。いや、チクったという表現は良くない。あの、言っていただきまして。それも電話で言われました。もうそんなこと全世界に言わないでって言われたけど、言いますから。いや、やっぱり、これを見られたら恥ずかしい。なんかもう、うわ、HSP だわ。マジで。はい。ていうか、HSP のことに関してもまだあるんですけれども、2個前、3個前ぐらいの動画で、ネブッチをかましたみたいな話をしたじゃん。それをね、切り抜きにあげたの。え、これ言ったっけこの話。え、この話したかも。いや、してないかな。まあ、これを切り抜きにあげたら、
あの普通にバカ叩かれ、バカっていうことの、まあ、叩かれたコメントなんで、なんか自分はその HSP 発症しましたみたいなことは、相手からこれ、寝ぶつされてるってことは、これどう思われてるんだろう、やばいやばいみたいな。こうやって HSP じゃん。でしょ、なんか相手が何を思ってるかを、なんか想像で考えちゃって、それでうわーなるってこれ HSP じゃないですか。だから、HSP 発症しましたって言ったら、いやそれ HSP じゃなくて ADHD だろみたいな、そのこの全体のこと言われて、この遅刻してるっていう、寝ぶっちをかましてるっていうこと全体のことを含めて ADHD じゃんと言われて、なんかちょっと腹が立ちましたけど、まあいいです、うん、ごめんなさい、自分が全部悪いですね。寝ぶっちの感謝はね、さすがに確かにね、寝ばっくれすいません、ごめんなさい。でも ADHD ではないですよ、自分一回しか寝ばっくりしたことないもん。遅刻はちょっとさ、まあ、するけどさ、 ADHD とかそんななんか忘れ物とか自分したことないかしで、学校で、うん、ADHD ないです、普通に HSP です。ね、こう ADHD、HSP って言う、嫌じゃない、やめようぜそれ、なんか俺病気だからとか、やめて、あちで気しょいよ、あなちさん。それでまた、あの、うちわの理系 YouTuber で申し訳ない。本当、第二のコムドットと呼んでもらいたいんですけれどもね、あの、また話させていただきます。前回の動画で、あのね、バイトをするみたいな話をしたかもしれません。してなかったらすいませんね。もう本当、うちわネタどころの話ではないよね。もう自分、したかどうかも覚えてないんだから。闇バイトなんじゃねみたいな話とも。これはしてないわ。なんか、歌詞データ入力みたいなバイトがあってさ、時給1400とか1600とかのがあって、めっちゃいいじゃんみたいな感じでね、の予約とかね、あの、応募したの。その話をね、友達にしたら、闇バイトじゃないって言われて、いや、確かにな、みたいな。データ入力で1600円、闇バイトだったらどうするって思いながら、あの、昨日面接させてもらったんですよ。オンラインでね、面接だったんだけど。面接したらね、本当にもう顔映るじゃないですか、相手の方ので、相手の方のその背景が本当会議室みたいなとこ で照明も高いてないから結構暗くってで窓はあるんだけど、窓の外もその昼間なのに窓の外もなんか暗くって、暗いというかもう黒だし、もうなんか何話したのかも分かんない、マスクしてるからどんな顔かも分かんないみたいな人が現れてさ、それで、はい、そうですね、結構電波も悪いみたいな感じほんでこれ闇バイトなんじゃねって思ってさ、でもまあそんな中さ、まあこういう感じで、まあ週3日とかですかねみたいな話しとったわけよ。それであの、まあまあまあどんどんどんこうですこうですみたいな、とったらあの、まあこの1400円 の貸しデータ入力のねバイトなんですけれども、あのちょっと本当この時給がいいところもいいっていうこともあって、結構な応募人数が来ていただいてるんですよみたいな言われて、で先週の金曜からね研修も始まってて、と言ってはぁっつって、んもう始まってる、いやいや、あの一応応募してますけど、はい、いやまだ応募締め切りなどに何かしらの自分が特別なルートを使って応募したのならまだわかるけど、まだ応募してた時に自分が応募して今面接やってますけど、これでもう定員オーバーということですかってなって、自分定員オーバーで切られたからね、貸しバイト入力とかバイトなしまたできなかった、どういうことこれ、定員オーバーなので無理ですって言われて、ちょっと待ってくださいよって話ですよ、本当にどうすんの、話ガチで本当にどうすんの。でさ、友達のしょいとさ、なんかバイト一緒にバイトしようって言ってね、何だったらできるかなみたいな、まあでも足立マジでできないじゃんって言われて、確かに自分はバイト本当できないタイプだから、あの本当一回あったのよ、1年生か2年生の時ぐらいに、なんか一緒にバイトしようとかやって一緒に探してる時期があったので、一緒に面接受けたりとかして、全部あっちはしょいは受かるのに自分は全部落ちるやつあの本当社会に適応できないんじゃないですか足立さんってところがあって、でもうそれもあったからさ、私何ができるの普通に今日は予定があるので、あの12時ぐらいにはね起きたいんですけど、今日は美容院とその後人と会う約束があるんですよ。でも自分本当提出しないといけないものがあって、パソコン PC で本当それが終わるか分かんないんだけど、ガチで結構ね提出しないといけない系がマジ3つぐらい抱えてんのね、今いろんな分野で、なんかこれはこの分野、これはこの分野、この3つで抱えてんだけど、ちょっとね、ほんと遊んでる暇はないぞって話はあって、まあさ、そのお金ない話ってまた一つあんだけど、自分なんか沖縄旅行に誘われてるわけ。ねえ。あのね、自分の就職した同期の友達が、なんか沖縄旅行行きたくねえ、夏みたいな、ね、7月なんだけど、7月に。沖縄旅行行きたくねえみたいな話があってさ、まあその就職した友達、まあ、自分はさ、いつ行ってもいいのよ、その、毎日暇だから言うても。毎日暇だからいつ行ってもいいんだけど、その就職してる友達だから土日とかしか行けないわけ、休みが。土日だからさ。だから、土日とかになると飛行機も高いわけよ。どういうことか分かるでしょ？そんなお金ないっつってんの。
往復で4万とか飛行機だけで、いやそんなお金ないっつってね。だから前乗りして行ってやろうかなって思ったんだけど、前乗りして行ってもいろいろそのホテル前乗り分のホテル代とか考えると高いわけよ。同じぐらい値段はなるわけ。どうするマジで。だから本当に今は資金調達に考えないと、脳をね出さないと。やっぱ本当に眠たくて終わりですこの動画ね。もう終わった方がいいんじゃないですか。サブチャンネルに行かれません？自分が早朝に撮ってる動画って結構サブチャンネル行き率高いんですけど、今日も怖いですよこの動画。ということで、もうそろそろ終わりだと思います。いいですか。概要欄にインスタグラム、ツイッター、TikTok の彼女がいてしまったりしたら概要欄チェックしてみてください。それと高評価、チャンネルとコメントもお願いします。そう忘れてました。9月17日にイベントやるんで、よかったらね来てください。あと本当にあとちょっとでチケットが売り切れ、まさかの完売になってしまうので、そのインスタのねハイライトから飛べるんで、よかったら見て、あ、この概要欄にも貼ってる、概要欄にも貼ってるんで見てください。ということで終わりだと思います。バイバーイ。